あら、いいんじゃないこれ。こんなにキャベツ食べれる料理はあんまないですよ、これは。どうも、料理のりさん、りゅうです。結構、いい感じになってしまったんですけども。でも、今回は、まだ3本しか撮ってなかったんで、4本目をちゃんとやりたいと思って、僕はこの場に立ってます。今回ですね、僕が酔っ払ったんですけども、これをさらに加速したいと思いまして、このね、キャベツ。このキャベツを使ってですね、めっちゃめちゃ簡単な、サラダなんだけど、スムーあるみたいな、おつまみ。あと、一品にいいというおつまみ。これを作っていきたい。リュウジのバズレシピ。なんと今日はキャベツ、タメイゴ、英語で言うとタメイゴ、タメイゴ、あとはねマヨネーズ、すりごま、めんつゆ、砂糖、それぐらい。超簡単でしょ皆さん。これを駆使しておいしいおいしいキャベツのごまぞれサラダ、これ作っていきます。まずね、卵の話ね。卵はね、茹でてもいいんですけども、もっと簡単作り方で、ね、教えちゃいます。割ってマヨネーズ容器に入れちゃう。これぐらい白身と黄身が分離しないでしょ。レンジで、まあ、2分ぐらいかな。まあ大体切り落として、まあ 200g ぐらいのあれですよ。はあ、やっぱ酔っ払ってたら早いな。こっちに移していきます。で、今2分、あ、2分ちょっとやりすぎだから、やりすぎだかもしれないけど、まあ別にいいんだけど、ぐじゃぐじゃーってやるのね。1、2、3ですね。はい、この大さじが今測るのちょっときついんで、もうこれは大さじ1ね、大さじね、大さじ3でいいと思います。これ3倍濃縮のやつね。はい、大さじ1と半分ね、これね、お砂糖小さじ半分ぐらい。これ混ぜたら絶対美味しいものが出てくる。すごいいい匂いする。あ、でもこのごまぞれの匂いで飲めるかもしれない。生きている。全体的に混ぜてください。限界を超える、それがこの料理のコツです。で、めんつゆとすりごまとマヨネーズを掛け合わせると、なんと、ね、市販のごまぞれみたいになるっていうのがこの料理のルーツなんですね。全体的に混ざった、混ざり合った、もう盛り付けでございます。お、ほら、いいんじゃないこれ。こんなにキャベツ食べれる料理はあんまないですよ、これは。それこそね、コールスローぐらいでね。パラックペッパーと。キャベツのごまドレッサー、女性いい。じゃあですね、できましたので食べていきたいと思います。いただきます。ガブンチョいきたいと思いますよ。いただきます。あー、うん、マジでうまい。すりごまとめんつゆとマヨネーズ、これを組み合わせるとごまドレッシングみたいな、キャベツと卵と絡み合って、えも言われるうまみになって、マジやんか、マジでしょ。粒マスタード召喚、マジで合うわ。ということでですね、ぜひおすすめのレシピなんだ。ぜひ皆さん、ただだない。うわぁ、まさに、何、まあいいや、とりあえず飲もう。